さあ、それではビューティー北海道ナウのコーナーになります。北海道の女性起業家をお迎えしてお話を伺うコーナーとなっています。さあ、ではゲストをお迎えします。はい、それでは今日のゲスト、しっぽずサンプリングの鈴木志保さんです。志保さん、どうぞお入りください。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では自己紹介お願いいたします。はい、しっぽずサンプリングという名前でアクセサリーを作ってます、鈴木志保と申します。志保はしっぽずサンプリングのしっぽは志保が中学校の時のあだ名でしっぽって言われていたので、しっぽずサンプリングという感じになっております。はい、そんな由来だったんですね、実は。なるほど、可愛い名前だなと思ってて、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はたくさんいろいろお話を聞かせていただきたいんですが、はい、まあ、今しっぽずサンプリングっていう名前が出たので、はい、まあ、いつぐらいからこの名前でやってらっしゃるんですかね。そうですね、アクセサリーだけでこう食べていこうって思ったのが、はい、今年4年目になるんですけど、まあ、その1月からなんですよね、はい、でその時から一応しっぽずサンプリングっていう名義でやっております。なるほど、はいはい、自分の中の思いっていうんですかね、こういう感じでいつもアクセサリーを作ってるんですよとか、そういうのってあります？そうですね、基本的にはこう今までいろいろ生きてきた中で、はい、いろんなものを見たり食べたり、うん、楽しんだりっていうものを全部自分の中にこう吸収しているわけじゃないですか、はい、それをこう吐き出すっていう感じですかね、うん、それがアクセサリーにつながってるんじゃないかなと思ってます。なるほど、じゃあアクセサリーを作り始めた、はい、まあ、お仕事にしたのは4年前っておっしゃったんですけれども、そうですね、はい、どんなきっかけがあって始めたんですか？本当に昔からそうですね、ものを作るのが好きだし、はい、表現するのが好きだったんですよね、なので本当に小学校の頃ぐらいからですかね、はい、いろんなものを作ったりっていうのはもうそこからなので、はい、いつからがきっかけでっていうのは実はなくて、うん、本当に子どもの時からずっと今まで何も変わらずに何かを作っているっていう感じです。そうですか、はい、じゃあもう写真もね今日お預かりしているので、はい、そちらを見ながらまたお話を伺いしたいと思いますけれども、はい、はい、これは作品ですか？そうですね、はい、これはパールのリングなんですけど、せっかくパールなので、はい、日本のアコヤ貝、はい、アコヤ真珠を使った、はい、ミルウチのリングと、多分これは下にあるこうゴールドっぽいのが、はい、角砂糖のリングなんですよね、かわいい。これ角砂糖のリングは、はい、なんかインスパイアされたんですか？これはもともとコーヒー豆のモチーフのものを最初作っていて、はいはい、それとこうセットになるように、はい、コーヒーにちょっとお砂糖を加えるっていう意味で、この小さいリングは作りました。なるほど、なんかこう一つ一つのエピソードがおしゃれですよね、はい、すごい実は男っぽい性格なんでおしゃれではないんですけどおしゃれですよ、なんかそういうのがどこから来るのかなと思って、はい、どうなんですか、基本的にはこう売ってないから作るっていうもの、こういうの欲しいからとか、そうですそうです、自分が欲しいから作るっていうのが結構重要だったりするので、うん、なるほど、はい、おしゃれかどうかは皆さんが判断していただければと思います。そうですよね、なんかこう自分で私のってすごいおしゃれなんでとか言われるとちょっと引いちゃいますね、恥ずかしい。そんなのはないと思うんですけど、次もお写真お願いします。たくさん素敵なね作品を見せていただいてなんですが、はい、これもパール？そうですね、ちょっと見えづらいんですけど、多分パール、あ、そうですね、パールのものと、はい、あと樹脂の中に、これはインクルージョンっていうシリーズなんですけど、天然石をこう入れているものですね、はい、これはアマゾナイトとかレース
ブルーレーサーゲートとかも実は入っているんですけど、はい、あとはあのアコヤ貝をこう樹脂でこう封入したシリーズですね、はい、なるほど、はい、なんか初めて聞いたような風で喋ってますけど、はい、実は私も大ファンで作っていたりもするし、はい、ありがとうございます長男もねつけてるのも、はい、そうですね、つけてますね、うん、これはあの人魚姫のシリーズなんですけど、はい、あの人魚のヒレが、うん、こうアコヤ貝をこう包んでるっていう感じなんですよね、はい、ちょっと揺れてるから分かりづらいかもしれないんですけど、はい、なんかそういうストーリーとかもいいですね、すごくね。そうですね、私結構全部の作品に対してコンセプトがあるんですよね、はい、で物語があってで作るっていう感じなんで、はい、あのコンセプトジュエリーっていう感じで制作はしております。そうですか、はい、はい、まあ、いろいろきっかけやら何やらっていうのも聞いてきたんですけれども、はい、今までこう自分が生きてきた中でこう大きな転機みたいなのってありましたか？そうですね、やっぱり大きな転機としては、はい、30歳の時に、はい、その頃はフルートがすごく好きで、フルートで路上演奏したいって言ってパリに一人で行ったんですよね。すごい行動力ですよね。1ヶ月ぐらい、うん、1ヶ月のチケットを取って、はい、ドイツから入って6カ国行ったんですけど、とその中で6月20日夏至の日だったんですけど、はい、パリの路上で誰でも演奏していいっていう音楽の日があって、はい、でそれで一人で路上演奏したいと思ってフルートを持って行きました。それの時にそうです、ドミトリーっていうすごい安い相部屋のところに泊まった時に、はい、うん、いろんな海外からのバックパッカーの人が来て、はい、いや俺のここの国のここがすごい綺麗なんだ、行ったことあるかとか、うん、ここ俺のお母さんの作るこういう料理美味しいんだみたいな話とか、うん、すごく自分の国を愛しているのがよく分かったんですけど、はい、私自分でなんだろう、日本の誇れるのってなんだろう、私あんまりお寺のことも知らないし、うん、日本の古い歴史も知らないなと思ったらちょっと恥ずかしくなったんですよね。なるほど、はい。でその時にもしアクセサリーとかそういうのでこういうのあったら、お箸のモチーフの何かがあったら面白いな、はい、こういうのがあったら、いや実は日本人でこういうのがこういうの使ってるんだよっていうのが分かったら、はい、もっと会話が弾むな、面白いなと思ったし、うん、自分の国のことも紹介できるなって思って作ったのがこれです、うん、あなるほどこれですって。これはお箸をいっぱいつなげてるので本当は1個なんですけど。そうなんだ。っていうことでちょっとアクセサリーも一つのこの表現、うん、人とのコミュニケーションの表現になればいいなって思って帰ってきて考えて、はい、うん、じゃあ作ってみようって言って作ったのがこのシリーズです。はい、なんとなくこうほら日本イコールお箸文化っていうところまでは、はい、そうですね、なんか私もいけるんです、はい、でもそれをアクセサリーにするっていう発想がすごいよね。そうですね、いろいろ空間装飾とかいろいろ大きなものもやってきたんですけど、はい、すごく小さくて持ち運びができるし、はい、しかもつけていたらみんな喜んでくれる、うん、で私もそれを聞いてすごく嬉しい、あ、はい、こんなにいい関係ってないなと思って、うん、アクセサリーはすごく一つ自分の表現としても、はい、相手をが喜んでくれる表現としてもありだなと思って作っています、今は、はい、じゃあ例えばお箸の他にどんなモチーフを作ってますか？はい、これって写せますか？お米のモチーフのリングです見せて見せて、こんな感じ、これ3つつながってるんですけど、これ発芽米、はい、違うか、これはもう発芽してないですね、ここもう精米してるので精米なんですけど、これシルバーと真鍮という素材をこう、なるほど、使って作りました。これもちょっと面白 い遠くから見ると楕円のただのモチーフなんですけど、うん、近くで見ると実はお米なんだよっていう言えるような、すごいね感じで、はい、日本のお米のアラビカ米じゃないもんね。アラビカ米じゃない、ちゃんと一応夢ピリカっていうやつを見て作ったのでそうなんだ、夢ピリカかっこ夢ピリカっていう感じで、そうなんだ、七つ星とかふくりんごじゃないんだねそれでもいいんですけど一応見たのはそうなのでっていう感じなるほど、かわいい、はい、
面白いね。そうですね、なんかやっぱりないものを作りたいっていうのがあって、そうですね、このさっきのキューブリングと一緒にこう作ったのが、これがコーヒー豆なんですよね。これもあのコーヒーすごく好きで、でも身につけることができない、あ、身につけたい、そしたら金属ならいいだろうと思って作ったのがこのシリーズですね。私のここにも実はついてるんですけど、これはピンズなんですよね、はいはい、ここについてるのが。かわいい、すごい寄ってるこれハットピンなんですけど、なるほどね、後ろでピンで留めてるんですけど。そっか、なければ作ればいいっていう発想ねそうですね、ないので作る、あったら買いますないから作ってつけるんだよ。そうですね、はい、気に入った人がいたら、はい、喜んでもらえたらいいな、ね、みたいな感じ、はい、素敵だね、うん、なのであの気に入っていただける方がいらっしゃるので、すごく、いますいます、嬉しいなと思っております写真まだあるよね、はい、これは、あ、これがコーヒー豆のシリーズですね。ネックレスとか、はい、あのバングルとかいろいろあるんですけど、はい、へーですね、そして次がこれもあの、はい、インクルージョンっていうシリーズで、今のラピスラズリが中に入ってるかな、はい、実物はこれ、はい、そうなんです。これまだあのこれからアクセサリーに加工するという前段階なんですけど、はい、これは中にラピスラズリという宝石、石ですね、が入ってるんですよね。でこう砕いて入れてるんですよ、さざれ石のような感じ、表情がすごく、そうですね、はい、ちょっとね本当はね、もっと綺麗なんです、もっと実は光を浴びたら綺麗なんですけど、はい、綺麗にね、そうなんです。なんかなんかあれですよね、こう勝手なイメージかもしれないけど、はい、なんかそれぞれにこうちっちゃい宇宙を感じますね。分かっていただけます。それって当たり前、はい、はい、そうなんです。あのこれを作った時になんかすごいこの中に物語があるな、うん、なんか小さい宇宙があるなっていうふうに私も思ったんです、はい、うん、そうなんだ、はい、なんか同じ感性がちょっぴり流れてると思ったら嬉しいだってこっちもでしょこれ。そうなんです、それはあの、はい、来月からのイベントに出そうと思ってるんですけど、はい、これはあの中に、はい、シルバーリーフですね、はい、銀箔を入れたものなんですよね、はい、でこれもちょっとあのいろいろちょっと砕いたりとか、うん、細かくして入れたりしてるので、はい、中でこうちょっとランダムに配置されてるので、はい、ね、綺麗ですよ、はい、光に当たるとまた七色に光ってすごく綺麗なんですよね。また欲しいもの増えちゃった、はい一人ごとさてもう一枚写真お願いします、はい、これはパールかな、これも、あ、それも先ほどと同じやつですかね、うん、インクルージョンのシリーズのあのですね。なるほどね、はい、そう、あのほら丸くて中にいろいろ入っててっていう感じだけど、はい、一つ一つの表情がみんな違うんだよね。そうですね、やっぱり中に天然のものを入れてるので、うん、こう照りとかツヤとかも違うし、うん、一つ一つの個性があるので、うん、やっぱりあの中に一つこうレジンは化学的なものなんですけど、うん、中に一つこう何ですかね、一つしかないものっていうのを入れると、うん、なんかそれだけですごくあの生きてくるというか、はい、そんな感じがするので、このアンバランスな組み合わせというか、対照的な組み合わせなんですけど、なんかすごくいいなと思って作ってます。なるほどね、さっきその宇宙って言ってたんだけど、はい、すごいその異素材なんだけど組み合わせて、 そうですね、そこからこう調和を感じるっていう気がするんだよね。 ありがとうございます。うん、でも宇宙ってやっぱり調和だと思うし、うんうんうん、形も丸だったりとか、なんかそういうのがとっても心地いいですよね。ありがとうございます。でも怒られます、ジュエリーの方とかには。何こうあのアコヤ貝とか、うん、こういう価値のあるものを逆にこう包むことによって無価値にしているって怒られたことはあるんですよね。怒られたってことが、まあ、意見として、そうだね、はい、でもまああのパールだと、うん、そのままだとなんかちょっと冠婚葬祭ってイメージが強いんですけど、うん、こうやってちょっとカジュアルダウンさせることによって、はい、普段もつけやすいっていう風にしたかったので、うんうん、なるほど、まあ、これはこれでいいじゃないかっていう、うん、すごくいいと思うよね、はい、
だってなんかこう幅が広がっていくわけだし、はい、あの逆にこう創造性を広げていくっていうか、こうじゃなきゃいけないじゃなくて、うんうんうん、どんどんこう発想を広げていくっていうのがね、しほさんらしさなんだろうなと思って。そうです、ちょっと破天荒なところがいや多分それが私らしさなのかもしれないです。そうですね、はい、もう一枚あるかな、写真あるかな。ああ懐かしい、懐かしいやつです。はい、多分 2、3年前だと思うんですけど、うん、あのよくよく見たらこう色とりどりな、はい、あの手の形のモチーフのブローチ見えると思うんですけど、はい、それが一応私のこのアクセサリーを始めた一番最初の作品のモチーフなんですよね、はい、うんうん、手でつまんだような形なんですけど、これが生まれる時っていうのはどういうあれだったんですか。これはですね、はい、あのニドっていうグループが出ました、うん、空間装飾を一時期ちょっとはま、ドハマりしてやってたことがあるんですよね、はい、何回か、はい、でその時に、うん、あの手のモチーフの、はい、イベントをした時に、うん、何かこれを持って帰っていけるような感じにできないかと思って、うん、やっぱり空間装飾って基本的にはあの見て帰るっていうものなので、はい、うん、こう持って帰れて、うん、こうまたこう見られる機会があればいいなと思って、はい、手のモチーフがあのメインイメージだったので、うん、それでアクセサリーを作ってみたんですよね。あ、そうなんだ。そしたら意外と売れたんですよね。あ、これはいけるぞって可愛いですもんね。個性的ではあります、ね、うん、なんかこう通好みというか、はい、そうです ね、やっぱり好き嫌いはすごく分かれるんですけど、うんうん、まあ、好きな方は好きという感じで買っていただいてました。はい、はい、素敵です。まあ、そういうふうにこう、はい、しほさんの作品に触れてね、はい、こう手に入れることができる機会っていうのが、はい、また近々あると。そうですね、はい、あのいつもお知らせして、あのウェブショップでいつかやりますみたいなことを言ってるんですけど、まだなので、はい、一番近いイベントとしては、あの7月の8日から、はい、水曜日ですね、はい、からあの札幌の丸井舞の本館の大通り館ですね、はい、その4階で1週間ほどジャパンセンシーズという名前で、はい、イベントをあの4人でやります、はいはいはい、その時に、まあいろんな作品持っていって、はい、で今回こう新作、これ新作なんですけど、さっき封入シリーズなんですけど、素敵、これのシルバーとゴールドリーフと、はい、あとあのケシ真珠って言って、うん、アコヤガイのすごい小さい粒のものを封入したシリーズとかも出そうかなと思ってます。はい、なるほど、はい、これは何になるの、ネックレスとか。いや、どうしましょうかね、全然まだ、でもこれイヤリングとかピアスでも可愛いと思います。いや、可愛いです。1個がそんなに重くないので全然軽いので、はい、これから夏に向けて髪アップにしたりとかする時だったらすごく可愛いかなとは思ってます。まだちょっと考え中ではあります。はい、また楽しみも増えました。はい、ありがとうございます。はい、あと何かこうお話し忘れてることとかないですか、はい、伝えたいこととかあればぜひ。そうですね、あの今後の予定としてはとりあえず大きく決まってるのが、はい、7月ですね、7月の初めに大通りにあるシンビオーシスというところで、あの個展をやらせていただきます。多分10日間ぐらいですね。あ、楽しみ。はい、であとはあの10月にファビュラスというカフェと雑貨のお店なんですけど、はい、そこでもあのグループ展をやる予定でいます。なるほど、はい、予定が目白押しですね。そうですね、あ、個展というかグループ展ですね、はい、10月は、はいはい、お予定してます。そうですか、はい、分かりました。情報はどこから入手したらいいですかね。そうですね、私のホームページ、あとフェイスブックなどから見ていただければと思うんですけど、ホームページの方にフェイスブックも確かあの行けるようにはなっているので、はい、それで言うとあのしっぽ -web.net っていうとこですね。検索だと何が一番引っかかりますか。やっぱしっぽ図サンプリングで検索したら一番出るんじゃないかなと思います。はい、はい、分かりました。はい、なんか楽しいお話をいろいろ聞かせていただき、はい、あの時々垣間見えるあの男らしい感じがまたさらに不安になってしまったところもありますけれども、はい、あ、メッセージが届いてますね。ガオコマさん、こんばんは。こんばんは。あ、ブラウザが調子悪くてやっと見られました。よかったです、やっと見られて。今日もあの可愛くて男前なゲストが出てくれていましたので、ありがとうございます。
この後はライブもあるのでぜひお楽しみください。八代さん今日本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、4月の8日から1週間、はいはい、札幌の丸井の、はい、天神販売というか、そうですね、はいはい、そちらも楽しみにしています。はい、私も店頭に立っているのでぜひ遊びに来てください。じゃあ会いに行けるんですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、しっぽずサンプリングの鈴木志保さんでした。お疲れ様です。 CM でかわいい。これいいね。これゴールドもかわいいんですよ。ゴールドもいい。でもシルバーこっち側は大きいやつ欲しいかも、うんうん、でもいいかもしれない。一つはキャッチ、見たいでしょ。もう何なら買って帰れますよみたいな。お、ご主人どうも。こんにちは、いらっしゃいませ。顔というより、やっぱりしてます。ちょっと、人間と違うの。